What up, YouTube fans? This is Zuby Masters returning to my Let's Play of Digimon Survive.君たちも無事で何よりだ。いや、まだ無事ってわけでもないな。待ってろよ。無事で済むよ。今俺が助けてやるからな。何でかいタイトとってんのよ、ミノル。さきさ、それよりそのこたちは。よくわかんないけど、私たちを助けてくれたの。フローラもニロップもんだ。 知り合いなのか？ああ、初めて見た。初めまして。挨拶は後、今はこいつよ。おやおや、獲物がさらに増えたな。あいつ喋れたの？嘘。よそ見をしてる場合じゃない。 ベツの怪物が宇宙から来たぞ。例のファングモンの手下ってやつか。なぜ挟み撃ちになる。こんな連中、僕たちで十分だよ。ああ、俺たちに任せろ。あ、教授、一人でさっきを助けるつもりか。無茶だ。大丈夫かね、サキ君。さあ、私の肩につかまりたまえ。君たちもこっちに。もう心配しないでいいよ。 心配しないで。だと、それは残念だったな。この子たちだけでも。 チビを狙ったのに手が滑っちまったぜ。<笑>マジかよ。落ちた。おしまいだ。<笑>なんだ、何が起きたんだ。 全員ちゃんと順番に落としてやるよ。
立派なことを言っていたが、こんなものか。いいこぶって出しゃばってきただけか。邪魔なやつめ。そんな、私は。葵、あいつの言うことなんか聞いちゃダメよ。葵はいいこぶってなんかいないわ。本当にいい子なのよ。本気で助けたいのよ。 ボラも、葵はちゃんと強い願いを持ってるわ。私は知っている葵の思いを。私の思い、私はもっと強くなりたい。でもそんな勇気なんて持ってない。ううん、勇気はあるわ。だってここに立っているもの、戦ってるもの。 お願い、気づいて。アブラモン、私頑張る。私前に進む。みんなのために、自分のために。 姿って、ほら、葵の思いはこんなにも強い。だからこそ私に力を与えてくれたのだ。葵の強さは私が保証する。正しい心があれば強い力を使うことができる。アブラモ、さてと覚悟しろ。お前に道理を教えてやる。それと葵、私はもうラブランじゃない。ドーベルモンだ。 人間の子供の力、おのれ、そんなものを俺がこの手で打ち砕いてやるわ。皆殺すだ。
Thank you.
強そうなやつをやっつけたぞ。すごいよみんな。一体どうなってんの？いろいろ訳があってね。お前らだってそいつら。ああ、こっちもいろいろあって。この子ロックモンとはすっかりお友達なの。僕にはなついてないようだけどね。 やるじゃねえか。そんな、あれだけやってまだ動けるのか。こいつ未着々頑丈だよ。だが諦めるわけには。 安全な場所に帰りたいだろうけど、少し休ませて。 帰るから。ねえ、教授はどうなったの？ してさ、教授まだ生きてるんじゃねえの？え？教授が落ちたのって霧が出る前じゃん。だったらあの霧には触れてねえかもじゃん。死んだとは限んねえだろ。きっとな、そうだろ？確かに確証はない。死体を見たわけでもない。しかし 仮に霧がなかったとしても、この高さからでは。そんなの分かんねえだろ。俺、下に降りて探してくる。待て、ミノル。止めんなよ。いや、僕も行く。ちゃんと確かめたい。私も行くわ。無事な可能性があるなら助けないと。私も手伝う。君たちだけでは心配だな。 僕も引率しよう。俺も行くからな。分かった。みんなで教授を探しに行こう。そうか、下は水路になってた。今マジで無事かもしれないよな。みんな下流に向かおう。流されている可能性が高い。
それから声を出すんだ。教授に呼びかけて。教授、教授、教授、どこ？おーい、教授。何何？今の声。さっきのやつだ。この近くにいるのかも。たくま、僕まだ。分かってるよ。不意打ちを食らわないように様子を見るだけだ。ボロボロじゃねえか。そうね、私たちが思ってた以上にダメージを与えられてたのかしら。それも気になるけど、それよりなんかあいつ霧にまとわりつかれてない？あ、本当だ。足元がほとんど霧に覆われて動けなくなってんのか。あんな怪物でもやっぱりあの霧は怖いのね。なんでだろう、あの霧を見てると不安になってくる。俺はお前を心配して。だからそれが余計なお世話なの。もうお兄ちゃんついてこないで。今はそんなわがまま言ってる場合じゃないだろ。見てみろ、あたりの様子がおかしいだろ。確かになんか変だけどさ。何があったかわからないが、気がついたらこんなありさまなんだ。そもそも俺たち二人とも突然気絶してたんだ。どう考えたって異常だろ。だからいいか、絶対俺から離れるなよ。だからなんで命令するの？何様だよ。俺はお前の兄なんだぞ、心配するのは当然だろ。はいはい、何様って言うならお兄様でした。心配なんてしてもさ、別になんともなってなかったし、怪我もあざもないし、どこも痛くないもん。それに気絶だよ。気絶ないじゃん普通。人生初気絶。ドラマとかアニメでしかさ、気絶なんて見たことないのに。すごいよこれ。お前な。それにほら、なんだかわかんない
ないけど、見慣れた景色が見慣れないものになってるんだよ。これ、ちょっとワクワク。ダーク、お前ってやつは。なんだ、今のは。地震とか、じゃない？いや、まだ続いてる。地震っていうか、何かでかいやつの足音とかだろう。にしたって、こんなでかい音。まさか、また化け物なのか。そんな、脅かさないでよ。よし、俺はちょっと高いところから辺りの様子を見てくる。化け物に近づくかもしれないんだ。一緒の方が危ない。すぐ戻ってくる。だから絶対そこから動くなよ。いいな？よし、これだけ高い木からなら遠くまで見渡せるだろう。あの足音の正体だけでも突き止めとかないとな。何か動いてる。なんだ、あのでかい化け物は。この足音の正体はあいつか。右腕、筋肉の塊どころじゃないな。あんなので攻撃でもされたら簡単に殺されちまう。とにかく危なそうな奴が近くにいると分かっただけで十分だ。急いでミュウのところに戻らないと。ミュウ、急いでここから離れるぞ。ヤバそうな奴がいる。おい、ミュウ、どうした？返事は？おい、あまり世話を焼かせるな。どこにいる？返事をしろ、ミュウ。おはよう、アクマ。おはよう、ダクマ。ミノルたちはまだ寝てるか？アオイさんたちはどうだろう？まだ寝てるのかな？どうだろうね。見てこようか？いや、いいよ。起きたら食堂に集まるんだし。とりあえず今日はもう休もう。みんないろいろと疲れてるだろうし。そうだね、もう立っているのも限界だ。シュージ、大丈夫？そばにいる。
寄るな。広いし平気だろ。綺麗なシーツもほらたくさんあるわ。そうじゃなくて、男子と女子一緒に寝るの。え、何言ってんだよ、そんなの気にすんなって。今はそれどころじゃないだろ。気にするに決まってんでしょ、バカなの。着替えとかお風呂とか他にもいろいろ女の子には見られたくないことがたくさんあるのよ。確かにそうよね。今までは私が場所を変えていましたけど。あ、葵ちゃんにだけそんなことさせてたわけ。最低。もっと気を使いなさいよ男子。そうよそうよ、さっきの言う通りよ。ほら、無意味に煽るんじゃない。いや、でもいつまた敵に襲われるかわからないし、なるべく一緒にいた方が安全というか。だったら校舎の中どこにいても同じじゃない。そんなこと言って私たちの着替え覗くつもり。やらしい変態。え、そんなわけないだろ。全然そんなつもりじゃないよ。変態ってなんだ。アグモンたらそんなことも知らないの。変態っていうのは体の形が変わることよ。虫の場合は幼虫からさなぎ、成虫に変態するのよね、えクネモン。けへえ、詳しいのね。なんだかそれって進化みたいだね。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。いや、この場合の変態はそういうことでは。うむ、まあいいか。とにかく男女で部屋を分けるべきよ。言われるまで気にしていなかったけど、確かにこれはサキさんの言う通りね。まあ当然といえば当然ではあると思うね。くだらねえ。どうせ俺たちはここからここから。なんか飛んだ濡れ着に着せられた気がするけど、どうする？タクマ、well, that's it for this video. Hope you like it and stay tuned.